2024年の9月にこの方位を本当に強化したらどんどんお金が集まるっていう流れができるので、ぜひね、この9月皆さん金運ガーンとね、上げてみてください。あなたと住まいを笑顔にする専門家、一級建築士の矢野圭三です。幸運住まいチャンネルへようこそ。このチャンネル、家を活用して幸運を引き寄せる方法をお伝えしております。はい、ということで、ね、今回ちょっとシチュエーションが違うんですけども、ここはですね、山梨県の八ヶ岳の方に来てるんですけど、年にね、2、3回こちらの方に来させていただいたりしてるんですけども、周辺はね、すごく環境が良くて、そして富士山もね、見えるということでね、すごく気持ちのいい場所から今回お送りさせていただきましょう。はい、ということで今回のテーマはね、こちらです。2024年の9月ですね、この方位を強化すると本当にお金がどんどん集まりますというね、実は方位がこの9月に関してあるんですけども、このシリーズはですね、ちょうど2ヶ月前からね、月1回ずつ始めている、この方位を強化した方がいいですよっていうね、シリーズなんですけども、実はね、毎月強化した方がいい方位っていうのは変わっていくんですよね。そしてこのね、例えば9月だったらこの方位っていうのを強化すると、すごく運気は最大化しやすいということが、起こってくるわけです。そしてね、さらに、方位によってですね、事象が変わってくるっていうところがポイントなんですよね。なのでね、どういう種類に変わっていくか、そういったことも意識することがすごいポイントなんですけども、そういった意味で言うとですね、今回は、2024年の9月になってくるんですけども、今回のね、この話、聞いていただいたらですね、この2024年の9月、強化したい方位と、具体的にね、今回ね、お金がどんどん集まるっていう話をしましたけども、なんでそういう風になるのかということも含めてですね、ぜひね、この強化月間にしてほしいなというふうに思いますので、最後までご覧ください。そしてね、最後にね、質問に一つお答えするコーナーもありますので、お楽しみに。そしてね、各種プレゼントですね、概要欄の上の方にね、リンク先あるんで、よかったらそこからね、プレゼントゲットしてみてください。よろしくお願いいたします。それではまずね、その1からいきましょう。その1はですね、まずね、早速、どの方位かということで、この9月強化したい方位っていう話をしたいと思います。これね、ズバリ答えを言うと、家の重心から見て西方位っていうのがですね、2024年の9月に強化したい方位なんですよね。そしてね、これ家のね、中の方位を見るときの見方をね、ちょっとマンションを例にとってお伝えしようと思います。ここに方位板が入ってますけど、はじめにね、対角線上にね、線を引くと、それがちょうどバッテンがね、真ん中あたりにできるんですよね。この真ん中あたりにできたバッテンのところのことを、重心というふうに言うんですけども、そこからね、この方位に合わせて8方位を分けていきます。そしてね、ちょうどここがね、西の方位になってくるので、このエリアを強化することがポイントだということをね、まず知っておいてほしいというふうに思います。そしてね、この家の重心の出し方がですね、この長方形、正方形じゃなくて、ちょっと歪な形をしているような時にはですね、私が今から2年ぐらい前に出した開運ハウスっていう本にですね、この重心の出し方っていうのをお伝えしているのがありますので、ちょっとね、本題はかかりますけど、一生もんとして使えると思いますので、よかったらね、手に入れてみてくださいね。よろしくお願いいたします。そしてね、この次はですね、じゃあ、どのようにその西の方位を強化するのかって話をしていこうというふうに思います。ではですね、その2として西方位の強化の仕方って話をしたいと思います。これね、根本的に強化っていうのは、やらなきゃいけないのは、掃除とね、片付け関係なんですよね。とにかく、さっき言った西の方位をですね、1日10分掃除。これ1日10分で、掃除はね、それ以上しなくてもいいですよっていうね、掃除の仕方ということでお伝えしておりますけど、1日10分掃除をですね、この9月の間、コツコツやっていただいたらですね、どんどん綺麗になると思います。それをね、まずやっていただいて、そしてさらにね、気をつけてほしいのが、西の軸線上というところなんですよね。さっきのね、マンションの例でいくと、実はね、ここの中の西の方の中でも特にこの青い線のとこね、この今黄色でベタ塗りしましたけど、この軸線上を特に気をつけてほしいっていうのがあります。特にここの上にはですね、冷やすものをできるだけ置かないようにしてほしいっていうのがあるんですよね。ここの上にね、なんか冷えるようなもの、例えば、ここで言うとちょうどキッチンなので、例えば、ここ冷蔵庫はちょっとずれてあるんでちょうどいいんですけども、この西の軸線上の真上にドーンとですね、冷蔵庫とか冷凍庫とか、ウォーターサーバーとかね、そういったものが載っていたら、この西の方位を冷やすということで、最終的にこの後話をするお金がね、どんどん冷えていってなくなっていくみたいな現象につながっているということがあるんでですね、とにかくここの場所は冷やすものをできるだけ置かないようにしてみてください。たまにね、こういう話をすると、西の軸線上からずらすことができませんという人が出てくるんですけども、その時にはですね、できるだけそれに対して対抗するような形で頑張っていただくしかないということにもなってくるんですよね。それか、ウォーターサーバーぐらいだったら、この西の軸線上からずらすことができる可能性もありますからね、ぜひその辺のところも含めてやっていただけたらというふうに思います。そしてね、合わせてこの西の方位の強化でやりたいことということで、これね、各方位ともこれ一緒なんですけども、まずね、やっていただきたいのは月2回の焼き塩ですよね。例えば1日と15日に、家でね、フライパンで塩をいって作る焼き塩。またこの焼き塩に関してはですね、このコーンスマイチャンネルで何回もお伝えしてるので、よかったらそれを見ていただいて作り方をね、知ってくださいね。そして2つ目はね、ホワイトセージですよね。枝付きの葉っぱのやつを買っていただくか、あとはね、このコーンスマイチャンネルでもね、最近販売させていただいてるんですけども、ホワイトセージのお香。ただね、ちょっと今在庫がなくなっていてですね、今はね、ちょっと品切れ中になってますけども、このホワイトセージのお香か、どちらかを使っていただくといいと思います。これいちいち1回やるとね、効果が続きやすいんでね、ぜひね、やってみてくださいね。そして、あとはね、3つ目、4つ目はね、ラッキーアイテムとラッキーカラーなんですけども、西のね、ラッキーアイテムからお伝えすると、さっきのね、西のエリアの中に、例えばね、盆栽とか苔玉、あとミリオンバンブー、これ観葉植物ですよね。それ以外にも炭とか鉱物、岩石、そういったものをですね、パワーアイテム、ラッキーアイテムとして西の方位のところにね、置くとね、より西の方位が強化できるっていうのがあるんでね、ぜひそれを使ってみてください。そしてそれ以外にもですね、西のラッキーカラーっていうのがあるんですよね。黄色、ベージュ、茶色、そして金、銀、パール色なんですけども、よくね、西の方位に黄色がいいですよっていうふうに言ってるのはね、実はこの西のラッキーカラーの中にね、黄色っていうのがあるからなんですよね。ただね、これ黄色だけじゃなくて、ベージュとか茶色とか金とか銀とかパール色もね、実はね、OK だということも知っといていただけたらなというふうに思います。なのでね、よく黄色の財布がね、金を呼び込むってあるんですけども、実はね、黄色だけじゃなくて、黄色、ベージュ、茶色、そして金、銀、パール色はですね、いけるんだということも知っといてほしいなというふうに思います。またね、なんか私の方でもそういう面白いね、そして効果が出やすそうなグッズの開発もね、これからやっていこうというふうに思っておりますんでね、その辺また楽しみにお待ちください。そして最後にその3として、じゃあね、西の方位を強化したら、どんないいことが訪れやすいかということでですね、このさっきも言いましたけど、この1と2をね、ちゃんとやっていただいたらですね、まずできるのは、人間関係の改善っていうのが進むっていうことなんですよね。なのでよかったらね、西の方を強化しつつ、人間関係で、あ、この人とはちょっと関係性が今悪いから、関係性改善しようかなと思って、改善し始めるといい流れで改善しやすくなるということが起こるんです。なのでね、もちろんね、何もしなかったら改善できないので、改善するっていうのをやるためにもですね、西の方へちゃんと、特にこの9月強化してやっていくとですね、この9月の間にやっていくと人間関係の改善がしやすいということですよね。そしてさらにそれが進むとですね、すごい楽しい交流っていうのをね、どんどん増えていく。逆に言うと、この9月はですね、西の方位をきれいにしつつ、楽しい交流をですね、たくさん増やすっていう感覚でやっていくと、その楽しい交流からですね、人間関係が深まって、そしてそこの先からどんどんお金が集まってくるような流れ、そしてお金の流れの手前の、例えば信用関係がどんどん上がっていくみたいなことがね、起こるということがね、可能になってくるということなんです。なのでね、ぜひですね、その2までの内容をやりながら、できれば、ね、その3の内容を意識した行動をね、取っていくっていうことで、この9月の運気は最大化しやすいということでね、これね、万人向けになっておりますから、ぜひね、やってみてください。それではね、最後にね、まとめにしておきましょう。一つ目はね、9月は西だということと、そして西の方へ整えてくださいねと。1日10分掃除とかね、あとは焼き塩とかホワイトセージ、あとラッキーアイテム、ラッキーカラー、その辺をね、うまく使ってやってください。そしてその中でもこのね、西の軸線上ですよね。この軸線上のところ本当にね、綺麗にしていただいたり、冷やすものをできるだけ置かないような工夫をね、してください。そして4つ目はね、人間関係が改善して楽しい交流が進んで、その先にどんどんお金が、集まってくるような、信頼関係ができた後にね、どんどんそういった流れが効きます。この9月にそれをやるかどうかで、この10、11、12あたりの流れが全然変わるんでですね、ぜひね、合わせてやってみてくださいね。はい、ということで、ね、今回の話、実践できそうなところ、実践して、ぜひね、実感してください。そして一つお知らせです。この西の方位の話、もっと深い話がたくさんあるんですけども、そういった話はですね、私の公式 LINE の方で、随時更新したりね、情報公開したり、しております。よかったらね、興味がある方は概要欄の上のリンク先あるんで、そこからね、登録してみてください。今ね、登録していただくとね、風水でやりがちな危険な間違いという動画をはじめ、残り4本のね、動画もプレゼントしております。そしてそれ以外にもね、各種 SNS いろいろ情報発信しております。これ概要欄の一番下の方にリンク先並んでおりますので、ぜひね、フォローお願いいたします。そしてね、一つお知らせです。この電磁波防止シールドをですね、携帯に引っ付けてですね、電話で話すると肩を揉まれても痛くないんですけども、それを外して肩を揉まれた瞬間に、いててててってなる、これね、電磁波によるストレスでやられているってことが分かってきてるようなんですけども、よかったらね、これ概要欄の上の方にね、リンク先あって、その先にこの動画があるんでね、まず見て笑ってあげてください。よろしくお願いします。それでは最後にね、質問にお答えするコーナーです。ということでですね、今回お答えする質問はこちらです。子供が健常児なら、この話は当てはまりますねと。うちのような発達の場合、就職は障害児枠しかないから、経済的に自立できないんです。結婚も相手が見つけられない、こういうことが言えるようになりたいですよ、というふうに書いているんですけども、私は普段ね、一級建築士として、いろんな施設の設計もしてるんですけども、例えばね、障害者のグループホームっていうのがあるのをご存知でしょうかね。だいたいね、10人ぐらいまでが共同生活するようなものになっていてですね、それね、各エリアに結構ね、あるんですよね。実はね、そこの障害者のグループホームに、例えば住みながらですね、そこから就労支援施設っていうところに、働きに行くというふうな形でですね、住む場所と働く場所っていうのをですね、まあ、各都道府県に必ずそういった施設があったりするんですけども、それはね、例えば軽度の人から重度の人まで、例えばね、まあ、軽度の人であれば比較的就労支援施設でも働きやすいということがあったりするんで、このグループホームに住んで、そして就労支援施設に行ってですね、住むと働くをね、やりながら、ある程度、ほぼ自立ができるぐらいのところまで、国の補助もあってね、サポートできるようになってるんですよね。もしね、そのこともご存知でこんな話を書いているようだったら、まあ私の言ってる話と外れてるかもわからないですけど、この話を知らない方の場合はですね、そういったものがあるんだということで、ぜひね、調べられたらいいんじゃないかなというふうに思います。それをね、前提にしていただいて、子供とか孫に対して、こんなね、生活習慣していったら子供たち呪っちゃいますよっていう動画に対してのこれコメントなんですけども、よかったらね、その内容はそういうことをサポートしていくとちゃんと成り立っていくんだということもぜひ知っておいていただけたらと思います。特にね、8050問題のことに関して書かれてるのかなって思いもあるんですけども、よかったらね、そういったこともね、ちゃんと解決していける糸口がありますからね、ぜひね、参考にしてみてください。そしてもしね、今日のこの私のコメントを聞いて、さらに質問があったら、コメント欄にね、入れていただいたらまたお答えもしたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。そしてもう一つね、ピックアップコメントもあるんで、そっちも紹介しましょう。今回いただいたのはこちら。最後のコメント欄で、霊的なこととありましたが、生き量、念の浄化に効果があると実践した結果、私は思いますと。先生いつも応援しておりますということでね、私がですね、ホワイトセージといったことで、この私がですね、例のことに関しては何も分かっていないんですねってコメントがあって、で、それに対して私がね、コメントしたやつがあってですね、で、そして実際リスナーさんの中には、ホワイトセージの効果を感じている人がね、結構いるんですって話をさせていただいたことに関して、多分ね、この生き量とか念の浄化に効果があると実践した結果、私は思いますというコメントを入れていただいたというふうに思います。本当にね、ありがとうございます。こういうね、まあ、エビデンスにしにくいような話っていうのは世の中ほとんどだと思うんですよね。世の中でエビデンスがあるのは多分ね、0. 何%だというふうに思います。なのでね、エビデンスがあるないっていうことにこだわる方もいますけども、エビデンスがない中でも、かなりの確率でその傾向があるっていうこともね、あるというふうに私は思うので、そういった意味ではですね、このコーンスマイチャンネルでお伝えしているこの焼き塩とかホワイトセージはですね、一定確率以上でうまくね、機能してるということが分かってきてるということでね、私もお伝えさせていただいております。そういった意味でですね、まあこういった形のコメントをいただけるとね、非常に、まあ私としても参考になるというかね、いうふうに思ったりしております。よかったらね、こんなことやったら効果があった、矢野さんが言うこれやってもあんまり効果がなかったということ、感じのね、コメントもね、どしどしいただけたら、それが一個のね、まあ、エビデンスの手前ぐらいのところまで行くんじゃないかなというふうに、思っております。ぜひですね、よかったらコメント欄から実践した結果どうだった、ああだったということをね、今後もいただけたら嬉しく思います。はい、ということでね、今回の話はこれで終わります。今日一日があなたにとって本当に素敵な日なことを心からお祈りしております。最後まで聞いていただいてありがとうございました。